皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、集客しやすい教室、お客様の像から考えるっていうことをお話ししたいと思います。まずお客様の像っていうお話なんですけど、お客様の像のことをペルソナっていう言葉でマーケティング用語で言うんですけれども、この人に教えたいというか、この人を集客したいっていうのを非常にはっきりと意識した状態で考えていくっていうことが必要になります。でその方を呼ぶために、自分の教室で環境を整えられるところはどこなのか、整えられないものもあります。なので、そこを考え合わせていろいろと策を練っていくわけですね。例えば場所っていうのももちろん大きな要因になりますよね。私の家の場合にはバスでしか来れない、基本、タクシーとかでもいいんですけど、歩くと駅から25分とかかかりますしね、もう2駅とかだとバスで20分なんで、相当遠いし相当不便な場所になります。だけれども人は来てくださってました。生徒さんがね、遠くから遠方からでも、だから近いにもちろん越したことはないんです。だけれども近くなくても来てもらえるような内容を作ればそれでいける。だから立地の不利をなくすっていうメニューを作ったっていうのがまず1点ですね。あとは遠さを感じさせないように、初回はなんですけど、バス停まで私お迎えに行ってました。そして地図のご用意とかもかなり詳細に分かりやすい地図を作り、言葉地図ですね、曲がる角角角角の写真を歩いたまんまで見えるものを添付して、動画も本当は作ろうかと思ったんですけど、ちょっと動画まで作れなかったんですが、言葉地図と写真、角角のそのものをたもので、遠方から来る方もそれを見ながらやるとほぼほぼちゃんとたどり着けるっていう状態のものを作って、なるべくストレスを減らそうっていうことにしたりとかしてました。だから遠方で不利だっていう方は、そういう来やすい努力をしているかどうかっていうこともありますよね。あとは開催曜日とかですね、私はだいたい 5,60 代とかの方を呼ぼうと決めてましたので、時間が基本フリーになる方ではあるんですけど、午後の2回転目はほとんど来ないイメージがもともとあったので、10時半から1時半、ちょっと伸びて2時になる、このクラスが基本まず時間的には通いやすい時間なんですね。で曜日の方が統計取ったんですけどね、いろんな曜日に開催してみて、なんかね、木曜日が人気でしたね。木曜日、はい、次に火曜日、金曜日が同じぐらいだったかな。で水曜日はやはり何かね、ちょっと上の方だとお孫さんとかいたりして、お母さんの代わりに幼稚園とか迎えに行くとか、ね、学校の子供が帰ってきてとかっていうのを相手するとかっていうのがあったりするようで、水曜日とあとは週頭でやっぱ習い事っていう気分にならない月曜日みたいな、そういうのがちょっと5日間の中では不人気系でしたね。でただこれ対象を変えたら全然月曜日の方が嬉しいっていう方もいらっしゃったし、不定期で働くようなシフト勤務の人はあんまり関係ないっぽいようなところもありましたし、誰を呼ぶかによってこの辺りとかも当然変わってきます。そして料金もそう同じような感じですね。なるべく1回で私は6回分を振り込みしてもらっていたので、5万円近くの料金になりますから、その金額をきちんと払える、大丈夫っていうタイプの人がいいなと思っていたので、お小遣いお金に余裕がある人がいいなっていうので、年齢層が割と上の方で自由に時間とお金が使える人がいいなっていうのがもともと考えていたので、それによって金額がやっぱり変わってきますよね。あとは、受講回数に関しては月1回をベースにしてましたけど、イベントレッスンも組んでましたので、習いたい方は2回でも3回でも来る方いらっしゃいました。そうすると2回とか3回通うと、月にうちの教室にお金を落としていただく金額が2万になることもありましたし、そういったものが大丈夫な人をターゲットにして集めていたっていうところですね。他にもいろいろ条件とかはあるんですけれども、その誰っていうことの方たちが喜ぶようにっていうことをいろいろやっぱり想定していました。レシピとかも写真が綺麗なのを載せたかったから、白いかなり高品質の紅白色っていう
コピー用紙の厚手のやつですね、あれでレシピとかを印刷してましたし、レシピのレイアウトも自分で綺麗なレイアウトで作ってオリジナルのレシピの形にしてやってましたから、そういったもう誰にっていうことを考えると、その顧客層に合わせた当然教室の中身作りっていうことが必要になってきますね。だから皆さんのお話とか伺ってると、その誰っていう人に本当に合わせて教室作ってるかっていうところまで行ってない話とかが結構多いので、全部の全年齢層に合うとか、全お客様のねライフスタイルが同じようなスタイルとは限らないので、その人たちに合った教室作りっていうのをすると、結果として居心地よくって長く通ってくれることになったりとか、そもそもそれがちゃんとサイトに歌ってあれば、それがきっかけとなって人が来るっていうこともありえるので、そのあたりを意識していただくといいかなっていうふうに思いますので、ご参考に。それでは。